はい、どうも京介です。お疲れ様です。お疲れ様です。めちゃくちゃ暑いですね。暑いよ。ゴールをね、日陰にしてちょっとね、太陽から逃げるっていう作戦を取ってるんですけど、今日何度ですか？40ぐらいあるんじゃない？40度。やばいっすね。高い高い。なんか俺めちゃくちゃ黒くなってますね、この数分で。焼けすぎ。さっき来たばっかなんですけど、まあ、早速スキルを紹介していきたいということで、今日はシャムゴットやっていこうかなっていう。なんかシャムゴットってあれじゃないですか、最近こう日本でももう当たり前にみんな口に出すし、使ってる子多いじゃないですか。でもシャムゴットの時に気をつけることって言ったら、その辺多分内容薄い子が多いと思うんですよ。分かんないね、確かに、ね、そうです。そんな子のために今日はシャムゴット3つ俺がこう意識してることをちょっと紹介しながら、素晴らしい、実際に動いていきたいと思います。シャムゴット、これ今日でいいシャムゴットをさらにね、こうシャムゴットが良くなると思うので、シャムゴット好きのみんな最後まで見てください。そして知らない人もシャムゴット覚えて帰ってください。それではどうぞ。はい、ということでね、ステップ1、シャムゴットで一番大事なのは距離です。ディフェンスとの、まあ今このカメラマンさんがね、ゴールの真下にいるんだけど、リングにね向かうときにやっぱドリブルで攻めるわけじゃないですか。その時にディフェンスがめちゃくちゃ、まあここがオフェンスだとして、俺のこの位置でディフェンスが近いとシャムゴットは発生できません。なのでディフェンスがここに例えばいたら、オフェンスの位置、間合いをねしっかり取ってください。このぐらいの距離で攻めながらディフェンスの距離見てボールを落とした、でディフェンスがこう動くから N1 シャムゴットを使うことができます。まあ、もちろん近くてもね、いろんなシャムゴットあるんですけど、やっぱり近いとすぐスティールされます。なのでまずはディフェンスの距離をしっかり、オフェンスとディフェンスの、ね、距離を取ることを意識してください。高い位置でやるときも一緒だね。この辺で使うときもディフェンスがこの辺にいたらいい距離かなと思います。ディフェンスがここにいたらシャムゴットは使うべきではありません。しっかりね、下がりながらね、違うスキルを使うべきだと思います。なのでシャムゴット第一ステップ、距離を取ること意識してみてください。ステップ2、ボールを落とす位置、この辺に落としてもディフェンスは動きません。なのでなるべく遠くに、そして切り替える。例えばこの靴アンティフィーテのコラボで昔のストリートクルーにもらいました。まだ履いてます。最高です。遠くに落としましょう。落として引く、それでは実際のね感じでやっていきましょう。感じでね、幅、シャムゴットの最初のアタックを狙ったドリブルの落とす位置を変えてあげるだけでディフェンスが
方向に反応するので、ここのね、幅をね、意識してやってみてください。で、先ほど細かいシャムゴッドも使えるよっていう話をしたんですけど、それを少しだけ説明します。例えばボール運んでる途中にディフェンスにディナイされてます、スローインでもらう、でボール運んでる時にちょっとこのね全体を見るためにこういうアングルで見ると思うんですけど、自分の目の前のディフェンスを一発でちぎりたい時にこういう細かいシャムゴッドとかね、こういう感じで細かいシャムゴッドも使えるので、これもね一応頭に入れておいてください。はい、それではシチュエーションをちょっとイメージしてね、ボール運んで細かいシャムゴッドでアングルチェンジした後に最後シャムゴッドしてフィニッシュまでやっていきましょう。シャムゴッド打ったりとか、エッジとかね、いろんなところで使えると思うので、皆さんぜひ使ってみてください。そして最後にステップ3、シャムゴッドを使うメンタル、あ、ここで使えるかとか、あ、ここで意外に効くっていう、いろんな場面でシャムゴッドを使う場面があると思うんですけど、シャムゴッドをトライする気持ちですね、一番これはシャムゴッドにおいて一番大事だと俺は思ってて、例えばこんなシュート行く時にシャムゴッドなんて使うなんて頭にないと思うんですけど、落としてシュート、中に侵入する時にドライブしてったヘルプ来た、そこでシャムゴッドして場所変えてジャンプシュート、こういうところでやっぱり一つアイディア、シャムゴッドを使うんだ、トライしてみようっていうメンタルが大事なので、いかに自分がこの場面でシャムゴッドを使うかっていうところ大事です。ステップ1、シャムゴッドをするときはディフェンスとオフェンスの距離をしっかり取る。ステップ2、シャムゴッドの落とす位置なるべく遠く、あとはシャムゴッド引きやすい位置に自分で落とす。ステップ3、シャムゴッドをやるっていうメンタルです。でもちろんメンタルを強化するためには練習です。シャムゴッドの練習3つ紹介していきます。そしたらシャムゴッドの練習3つ紹介していきます。1つ目、その場でいいので落とす引く、落とす引く、ここは強くつかなくていいので落として引く、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 でこれ慣れてきたら少し顔を上げて、これが1つ目、引くこの動作、引くこの動作を体に植え付けましょう。はい、ステップ2、少し動きながらシャムゴッド、動きながらボールと足を出す、左に出したら左足、右に出したら右足、左に出したら左足、これの動作を早く、右に行ったら右足で左手で引く、左に行ったら左足出して右手で引く、この動作をスムーズになるべく
やっていきましょう。はい、そしたら最後3つ目はドリブルの強さを覚えてほしいんですけど、左でボール出したら右足と右手を出して出したら引ける、この角この3つぜひやってみてください。これを3つしっかり練習すればチャムゴッド、メンタルも含めて自信がつくのでぜひやってみてください。はい、ということで皆さんチャムゴッドお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、チャムゴッドめちゃくちゃ大事かって言ったらバスケットにおいて一番ではありません、うん、ただやっぱ使いどころを考えると、まあ、NBA 選手でもクリス・ポールとかクリス・ポール、はい、あのカイリーとか、うん、この使ってるし、まあ、NBA 選手が使ってるからいいんだよっていう話ではなくて使いどころを考えればすごく最上級なムーブだと思います。で、最後にやった3つの練習しっかりやれば多分普段からなんか自然に多分体に染み付いてチャムゴッドの動きが出てくると思うので皆さんぜひ使ってみてください。そしてあと開幕も10月1日青森前田アリーナでねあるので皆さん青森アツの応援ぜひお願いします。それではこんなもんかな。他なんか言い忘れてることないかな。まあちょっと早いんですけどナインティワンボールちょっと動き始めてます。皆さんいろいろとね新しいものが出るのでそちらも概要欄の方にね僕のオリジナルブランドを貼ってあるのでしっかり URL をブックマークでも何でもいいのでホーム画面でもいいのでしっかり保存してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。いつ君は貴族の You want more ここじゃない場所